大成功を収めた歌姫石本沙織の卒業ライブ。その5日前、フジテレビではあの感動を生んだトルコ行進曲の練習が行われていました。そっちが石本さんなんだ、やばい。私最初練習しました、うん、ここはね結構がっつり原曲のまま生かす感じなの。最初は結構カットしますよね。カットしてるの。そう、ここでね、ミレドシラシドレミファソラーラソファ、あ、じゃあこれはドレドシラシラか。ちょっと聞いていいですか、はい、どこが今すごい難しいとか山なんですか。なんて言えばいいんだろうか。まずもともとやっぱ歌詞がないところにこう言葉を埋めていく。しかもその歌詞もなんか歌詞っていうレベルじゃなくて、なんか擬音語みたいな、そうで歌詞、私がねカタカナで書き起こしたちょっとこれ面白いんだけど、さっぱりわかんないですよね。歌詞なのこれみたいな、なんていうかスキャットなんだよね。スキャットなんかラリラリラスキャット、なんかパラ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 とかだから、何でも、要は何でもいいのよこれ。何でもいい。一番困りますね。ピアノの曲だからさ。スタラバラバラバ問題。あ、でもできてた、できてた。早いですね。そうだからララ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 だと限界があるのよ。これでララ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 ラだったら舌だけじゃない。でもラバ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 ラだと舌とさ唇使うわけよ。ラバ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 ラってこう早くいくわけ。わかる。すごいね。スキャットってやつだから。スタラバ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 ピアノアプリ、あ、アプリすごい。あー、疲れた。あー、よっちゃん歌の練習中だよ。誰かが歌ってるダバダバ言うてるなてコンサートやるからさ、はい、見に来てよ。ますありがとうね。お疲れ様です。お疲れ、お疲れ。丸聞こえらしい。丸聞こえですね。思いついたのが杉原だったんですよ。本当にトルコ行進曲を歌えるアナウンサー多分他にいないなと思ったんですよ。多分私より前にあんまり歌ってたアナウンサーって実際いなくって、そのモノマネ紅白歌合戦もたまにアナウンサーチームが昔出てたみたいなのあるんですけど、定期的にモノマネに私マイクール出てたんですよ。それもそのイメージありますね。そうで、最初1回目は結構なんかアナウンス室が出すかどうかで結構競技してて、一発目は椎名林檎歌って、おお、これはいけるの、コンテンツ的にいけるぞってなって、す
ごい。じゃあそのそなんていうんですか、うん、壁を壊してくださったというか。そう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 。だからこの流れをね、確かに途絶えたくないの私は。せっかくねこの壁を取っ払ったから。そう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 。アナウンサーになって音大っていう強みなんだろうって思ったんですけど、やっぱそういうお仕事も あるんだなって思って、そこでやっぱ力を出せるのは嬉しいですね。わーすごい。つけまつけた。もうメクさん舞台なら派手に行きましょう。いや、いい、いい、つけまつけて、なんかリップをもっと赤くしましょうって。いや、パパ。やっぱ聞こえ方すごい。違うよね。違います。どうしようかな、返しいらないかな。私、なしでいいと思う。うん、私もじゃあ、なし。曲のさ、お客さんの声とかさ、隠しても大丈夫。笑った。大丈夫、全然大丈夫。大丈夫。ちゃんと反応ありそうだった。木原の顔がいいよね。作ってるの顔。え、やだ。ちゃんと緊張してる。大丈夫。リアルリアル。多分歌い方がいいよね。なんか声楽やってましたっていう。歌い方が全然違うもんね。この間の練習と全然違ってすごい合ってますよね。合ってる合ってる。最後の最後になんか石本さんより目立つ恐怖。いいんだよ。それがいいんだよ。本当に。それがいいんだよ。もう石本さん。違う違う。それで引き継ぐんだから。思い切って主役感出してやっちゃってください。はい、ね、頑張ります。頑張ります。頑張りましょう。西本さんがいてくれる安心。バッチリバッチリ。ほんと大成功。今まで何回も練習した中で一番いい歌ができて、しかも杉原の声もすごい出てたし、表情も良かったし、そうで、まさか、いや泣いてくれると思わなくて、あれはあのほっとした涙だね。良かったね。そうですね。いやもちろん石本さんの卒業で悲しい気持ちもあるんですけど、あの何よりも、うん、ほっとしたって感じが大きいですね。みんなのねリアクションもすごい良かったし、いやなんか面白いって言われるんですけど、本当面白いとか一つもなくて私は。じゃあ本当に面白うまいんだよ。ね、面白うまいっていうジャンルなんだよ。ありがたいですね。ちょっと安心して卒業して、あ、いけますか？もちろんです。あ、よかった。これで安心して卒業することができます。ありがとう。合格です。うわー、よかった。引き継ぎます。合格。ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。ありがとうございました。合格合格合格した。どの立場からと。いや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 